2023年10月3日、巨人監督の原辰則が退任し、安倍晋之助ヘッド兼バッテリーコーチが、2024年の巨人次期監督に昇格することが明らかになりました。巨人は、来シーズンで創立90周年を迎え、4年ぶりのリーグ優勝と12年ぶりの日本一奪還に向けて、新体制の準備を進めています。以下では、安倍晋之助の現在の巨人での役割、 巨人対談の理由、そして家族構成について紹介します。現在の安倍晋之助は巨人ヘッドコーチ。画像は、現在の安倍晋之助は巨人ヘッドコーチ。安倍晋之助さんは現在、巨人でヘッド兼バッテリーコーチを務めています。現役時代は、巨人軍の正捕手であり、打撃でも優れた活躍をしました。8年間には、タリ首相を務め、 8度のリーグ優勝と3度の日本一を達成しました。2012年には首相、主将、正捕手、4番のポジションで活躍し、リーグ MVP に輝きました。また、2013年の WBC では、日本代表の主将、4番、正捕手を兼任しました。引退後は、巨人のコーチとして活動し、 2022年までは二軍監督。2022年からは一軍作戦兼ディフェンスチーフコーチを務めていました。そして、2023年からはヘッド兼バッテリーコーチに就任しました。2024年、巨人時期監督に昇進。読売巨人軍の唐辰則監督が今季限りで退任し、安倍晋之助コーチが監督に昇格することが発表されました。 原監督の退任理由は、創立90周年の節目でのチームの立て直しを図るため、2年連続の4位クライマックスシリーズ進出を逃したことが挙げられています。安倍コーチは、現役時代にリーグ優勝8回、日本一3回の経験があり、有望な指導者でもあります。新体制の下で、4年ぶりのリーグ優勝と12年ぶりの日本一奪回を目指す予定です。安倍晋之助が、 巨人の現役を引退した理由は、画像は安倍晋之助引退理由。安倍晋之助さんは、巨人の伝統と今後を担う選手を守るために現役を引退しました。彼は、2020年までの約3、5年間、怪我に苦しみ、思うような成績を残せませんでした。2019年9月、神宮でのヤクルト戦の前の練習中に、安倍さんは、原監督と話す機会がありました。 原監督は、安倍さんの将来について考え、いろいろな話をしてくれたそうです。安倍さん自身、原監督からの話に納得し、未来の巨人を支える選手たちの育成や安倍さん自身の未来について考えることができました。監督の意向を聞き、自分も同じことを思った。僕の将来やいろいろなことについて、 原監督が考えてくださっていることを実感した。だから、自分も納得できた。原監督の意向を聞いて減退を決意したんです。恩師からの言葉は、安倍さんにとって大きなものだったんですね。現在の安倍晋之助の家族構成は、画像は安倍晋之助家族構成。安倍晋之助さんは、妻と三人の子供と一緒に暮らしており、五人家族です。安倍晋之助の奥さん、 妻は石田優。安倍晋之助さんの妻は石田優さんです。2006年10月18日に結婚し、年齢差は2歳です。結婚当時、安倍さんは27歳、石田さんは25歳でした。石田さんと安倍さんは、共通の知人の紹介で知り合い、約3年間交際しました。以前は、日産でミス、 フェアレディを務めていた石田さんは、オフェンスラインとモデルの両方の仕事をしていました。プロ野球選手の奥さんといえば、アナウンサーや芸能人というイメージがありますが、安倍さんとの結婚は一般女性との結婚でした。安倍慎之助の3人の子供。現在、安倍晋之助さんには、3人の子供がいます。長女はマコさん。次女の名前は不明。 長男は、ナルシンさんです。長女のマコさんは現在、フィギュアスケートが趣味です。次女の名前は不明ですが、青山学院初等部に通っており、篠原、涼子さんの長男や、高橋克美さんの長男と同じクラスのようです。安倍晋之助の息子は少年野球で大活躍。長男のナルシンさんは、現在、不動パイレーツで正保守を務めています。 2023年8月の大会では、5回無失点の先発投手として活躍し、さらにホームランを打つなど大活躍しました。父の安倍晋之助さんと同じ星を目指しているのかもしれません。今後の成長に期待ですね。安倍晋之助がダイエットして痩せたネット上では、安倍晋之助さんが痩せたことについて、驚きの声が上がっています。ダイエットを考えているのであれば、 安倍さんに相談すべきだと言われています。本気でダイエットしたい人は、安倍晋之助に相談すべき kic t w i t t e r .comq ユクンスクファール2 1ットコムラ太郎 OCTOBER 二2021現役時代から2 0キロ以上も痩せたそうですよ。失礼な話ですが、現役時代の安倍さんは、決してスリムとは言えない体型で、強打者として活躍するために体型を維持されているのだと思っていました。しかし、 現役を引退し、指導者になってからは、日課がランニングになったそうです。最初はダイエット目的で始めたそうなのですが、今のは海選手たちに何事も継続すれば、人は、変われることを見せる意味もあったとのこと。最初はダイエット目的だったけど、継続してやれば、人は変われるんだというのも、見せたかった。今の子は継続できないからね。 続けないと。説得力がないなと思った2021年頃のキャンプでスリムになられた安倍さんの姿の衝撃は今でも忘れられないですね。まとめ。画像はまとめ。現在の安倍晋之助はヘッド兼バッテリーコーチであり、2024年には巨人の次期監督に昇進する予定です。彼は、妻と3人の子供とともに5人家族です。お読みいただきありがとうございました。 巨人原辰則監督が DNA との今季最終戦勝利後のセレモニーで今季限りでの辞任と今季限りでの辞任と監督通算17年目の今季は4位で2年連続で CS 進出を逃しました同一監督の2年連続 B クラスは球団史上初です3年契約の最終年となる来季を待たずに身を引くことになりましたが巨人のユニホームを身にまとい爽やかに 熱く戦い抜きました巨人監督メモバラ監督は通算3度目の指揮でした巨人で三0政権は原監督しかいません通算17年指揮は長嶋監督の15年を上回る球団最長です通算1291勝も川上監督の166勝を上回る球団最多でした阿部監督は20代目となります プロ野球公式戦が始まる前には、境内捕手だった三宅監督がいましたが、公式戦が始まった36年以降、捕手出身の監督は初めてとなります。巨人1 0 d n a 今季のリーグ最終戦後に行われたセレモニーで、巨人の原辰則監督が、今季限りでの退任を表明した。後任は、阿部慎之助ヘッド兼バッテリーコーチが務める。 セレモニー後に行われた原監督の記者会見での主なコメントは次の通り。